さあ、今日はまあレギュラー陣が、目の前にいない、日で、まあ大きな、事件があったんで、そうですね、まあ、ちょっと朝からちょっとびっくりしてしもて、ね、奈良屋っていうので、あれ私の実家のすぐ近くなんですよ。だから知り合いやった、犯人がね、ああそうか、知り合いやったらどうしようとか、もういろんなことを、ね、心配しながら、うん、もう安倍さんは、師匠になる前にバラエティ俺の番組だけ出ていただいてるんですよ。それでアーチェリー、あの人が、アーチェリーをやってらっしゃったんで、はいはい、番組内で、はい、アーチェリー大会を、さんまと、安倍さんのアーチェリー大会をやるので、朝から夕方収録だったの、朝から練習、やさまさんなら当日間に合いますって、あの時山本さんっていう金メダリストの先生がいらっしゃって、その人がわざわざ、長野からどこかどこかから来ていただいて、で、あ、さんまさんなら多分あのテレビ見てて運動能力高いから、か一日で多分間に合いますよって言って、安倍さんとの対決のためにね、で、ほんで俺も、あ、これひょっとしたら俺集中力高いし、いけるかなと思って、ほいで、ちょっとさんまさん打ってくださいって山本さんに言われて、構えたら、あ、ダメだ、猿腕だって言われて。あ、猿腕ダメなんですか？猿腕はアーチェリーあかんねん。私めっちゃ猿腕です。お、だから、お前アーチェリーしてないやろ。やったことない。やったことないですけど。やったことないやろ。で、可能性ないんですね、やれる可能性が。猿腕で頑張ってやってる人はいるけど、ものすごい努力いんねて。ああ、そうなんだ。やりづらいってことなんですね。アーチェリー界にもいる人、あ、お前も猿、みんな猿腕やな。めっちゃここ開く人、はい、こう構えたら、俺はならないわ。正直猿腕やないか。違いますよ、僕はならないですよ。いや、お前なってるやろ。なってないですよ。お前猿やんか。違いますって。猿やんか。ここ広がる、普通の人はこう無理からしたらこう、これが普通のアーチェリー。それができない、こうしないと。できるできる、頑張ってできる。お前やる気ないねやないか。ありますって、ありますよ。そう、これではあかんねん。それをこれグッと回して、こうグッと戻さなあかんねん。一旦まっすぐして手首を返すっていうことやねん。これ、あの、アーチェリーしませんし。確かに。指導が入りました、今。その、なんでまたそれ、そんな戦いをやろうって言う。いや、安倍さんが得意なのがアーチェリーやねん。なるほど。安倍さん大学までやってらっしゃったと思うんですけど、それを対決だということで、朝から入って稽古しようと思ったら、もう、ダメだ。あ、いや、猿腕だ。猿腕だ。諦められちゃった。って、もう、そんな、吐き捨てるように言われて、俺も、すごい。番組の途中ですが、ここで気象速報です。大雨警報が大阪市に出ています。大雨警報が大阪市に出ました。十分に注意してください。気象速報でした。猿腕だったかって言われて、本番やっぱり結局、ちょっとだけ練習したんですけど、その、ダメだっていう言葉が頭に残りすぎて。そうですよね。おちょっとトラウマみたいになりますね。じゃあ、あれな、ダメだって言われなきゃ、俺もうちょっと頑張るんだと思うね。確かに確かに。結構、ああいうの上手い方やから、俺。イメージありますよ。そやろ、はい、ああいうの上手い方やのんけど、はい、そのダメだの一言で。もう本番も、勝負にならず、安倍市長の圧勝、番組的には盛り上がらず、ああ、うまいなぁ、で。うまいな、安倍さんうまいなぁ、で終わってしまって。すまんってみんなになんか意味もなく謝ってました、ね。出演者にごめんなーって言って、やっぱりなんかな、面白い対決にしたいやんか。で、元安倍首相も、はい、まあその時は安倍さんでしたけどもね、うん、番組盛り上げたいからって、バラエティ感覚なら、はい、ここでミスしようとか思われたけど、真面目な人なんねがね、はい、まあならないですよ。ちゃんとしなきゃ。スポースポースポーって。さすがだな。さすが。さすがだな。それで番組からネクタイを、はい、プレゼントさせていただいて、そのネクタイ、ただクールなんとかで、あ、クールビズ、うん、はい、でしなくなって、その年からやだ。そう、ネクタイなしとかね、ジャケットなしいつかお願いしますって、綺麗な色ですねって言って、えらい喜んでいただいたのに、そのネクタイした姿も見ないまま、やだ、見て、だから本当になんか自分も親近感勝手に、はい、持ってたんで、うんうん、まさかね、こんなことになるって、それが俺の実家の近くっていう、
飲もうちょっとっていうことなので、安心もしてたんでしょうね。その日本の銃社会でもないし、そうですよね、そうだと思いますよ。でまあ警備もな、そのパッと犯人の写真も、写真というか映像も残ってるけども、そんなするような雰囲気の顔じゃなかったでしょ。普通の人っぽい感じでしたから、ね、そうやな、何かいろいろな、怖い、もうちょっとショッキングな、はい、こういうことないように、うん、ということやけど、今日は、はい、あのこのヤングタウンに関しては、はい、藤本が来て、はい、で工藤が、はい、びっくりしました。お久しぶりです。工藤が初めてやから、え、俺最初誰か分からなかったんですよ。工藤ですよ。髪が長い、髪が伸びまして、女性らしいなったやん。それじゃろ、もう2年ぶりで。いや、もう全然モテないですよ、僕。22なの、まだ。そう、今年23になります。若い時、16か7やったよ。そう、もう37や。どうしよう。どうしよう、あれ、もうこっちは67や。いやー、忘れてた。俺も忘れてた。忘れた。30違いますからね。いや、冬元と30違うねんからや。本当ですね。そうそう。いやー、もうお化けですよね、もうさんまさんはね。お化けじゃなくて、本当なんかね、雑誌で吉本特集で、吉本ばっかりの、どこの雑誌か忘れましたけど、特集するら、してくれるらしいんですよ。うん、そこの表紙をさんまさんにお願いして、岡本社長がね、はいはい、断ってくれと。もうそんな67のおっさんが、いや、そんな表紙なんて。変わってないですよ、20年前から。変わってない。20年前から。やっぱり両親をさんまさんで、いや、それはね、別に若い時今若いノリノリの人を頼もうわって、いや、さんまさんでいいじゃないですか。なんでやねん、もう嫌やから、もう、それはやっぱ吉本の一応代表者みたいなことで、そうそうそう、扱われるわけやで、象徴じゃないですか。いや、そりゃそうですよ。それはいいじゃないですか。じゃあ、ええことないって、もう、こういうのは若いやつに任して、若いやつや、若いやつで、なんかいろいろとまた、なんで俺の方がみたいなことはありますよ。それやったら、そうかな、要するに揉めるのが、あれなんかその辺のやっぱりライン結構、うん、でもどうせお前パーいうポーズで撮られるのどうせもう できないんですか。もうでもそれ以外できないんですよ。やりたくないの。できないんじゃないの。やりたくないの。今昔月刊吉本ってあって、あれ正月、ほとんど僕だったんで、はいはい、新春一号目は、はい、もうほとんどパーで、パーでした。それまでいろいろかっこいい写真撮るんですけど、はい、選ばれるのがいつもおふざけ写真になる。でも逆に今だったらその渋い感じで、そうそう、乗せてくるんですかね。いや、それは今でもパーしてくださいって。いや、多分そうなんて、もうなんかカメラマンも それを要求なんか望んどんねん。確かにね、カメラマンだと撮りたいですもん、それ。そうやろ、はい、そうやね、はい、みんな、うん、みんなそうやね。この間も報知新聞の取材を受けたけど、はい、ずーっとカメラマン醤油の瓶隠してやな。え、嘘でしょ。ほんまやほんまや、すごい。ほいで、いい、もう、すいません。もう、わあ、な、好きで憧れで、ずっとファンで今、そうやって、もうそれ50過ぎておっさんやんけどもな、それがもう、やってもらえますかねって、すいません、これ、載せないかわかりませんけど、僕の思い出として、いや、すごい思い出だな。やってほしいんですって言って、記者も、すいません、こいつ夢なんですよって言って、醤油瓶出して、うん、で、うわーって、シャッターをさんと。絶対使わないですよ。小さく乗ってた、カメラマンの余談として、これまでやっていただいて本当にありがとうございます、師匠になって。面白い。かいつのそんなんとかを、みんなみんな、俺らもね、年齢的に50過ぎでも要するに17歳年上なわけですから、ね、僕が、はい、だからもう俺がいろいろ20歳の時に、テレビとか出だしたんで、そっか、そいつが3歳の頃から、そうか、そうそうそう、キャリアが。すごいな、そう思うとすごいね。キャリアが。それでいいんじゃないですか、もう引き受けたら。そうですよ、そこで醤油瓶持ったんだから。いや、遅れさんじゃないじゃないですか。当たり前や、なんで俺の代わり遅れさんや。いや、だからもうさんまさんでいいじゃないですか、さんまさんは。そういうもんや。で、これでやっとこそ、免許の更新に行けて、はい、2ヶ月、お前も免許持ってるやろ。持ってます。講習3年に一遍、お前ら5年間。3年です、3年です。一応違反ちょっとしたりしてます、してます。え、3年で切り替えなんですか。3年やね、3年後です。車そうそう、あ、早いんよ、うんうん、一応3年で、船はまあ大体10年やからね、
まあ、だから船はだから楽なんですよ。船は違反とかあんまりないやん。あんまりないんですよ。でまあ一応10年やから結構言ったり講習も。船はそうやろ。射程変更とかもないやろし。あ、そうか。まあ、確かに。一応コースとか、勉強さえしてれば、うん、まあまあ、たまにぶつかる人らもいるけども、はいはい、およほどやよな、あれは。ほな、免許の切り替えたら全部その点数ゼロになる。全部ゼロになるけど、うん、次、の違反がなかっても、3年後に行かなかった。そっから5年後やね。そう、3年間の間に違反が1回あると行くってことですよね。そうそう。そうですね、1点でもね。はいはい。それから俺は今回、もう少なかって、うん、それもこの間更新に行った次の日に軽い車線変更とかね、そうそう、いろいろありますからね。後ろも何もいない時、もう黄色い線のところふっと車線変更してしまって、はい、点数引かれ、それで3時間、2時間か、2時間長いんですよ、行かなあかんねん。でもまあ、ちょっと食堂に行くのが楽しみで、毎回。わかります。わかります。私も行きます。なんか、よう、はい、要するに時間行って、みんなが集まるのが、はい、11時と、これは10時ぐらいに行ったんですけども。さんまさん行くんですか？あ、でも本人行かなあかんやねんか。いや、じゃなくて、その食堂に。あ、もう食堂は高齢やねん。だから免許取っても30何年やけど、10何回。で、見に行きたい食堂にさ、もう、ね、これで、何の事故やりましたってから聞きに行ってんでしょうね。じゃあ、いかへんわ、そんなもん。そんなもん、女は食堂で何人違反しはりましたとか。わし、何やと思います。わし、当ててちょうだいとか。そんなこと言わない。じゃあ、それで、もう食堂行くな。半ラーメンと半カレー、はい、ってセットになるのが前あったんですよ、はい、うん、あ、今ないんだ。今ないね、今もうなくなってしもて、はい、カツカレーだ、うん、まあ行って1時間ぐらい時間あったんで、うん、うわ、これ食堂行けるわ、また逆に、うん、喜んで。お、食堂が楽しみなんですね。結構ああいうところの食堂で俺行く機会ないし。ああ、そう、確かに確かに。そんな勝手にいいな、他の会社の 食堂に行って、また俺も怒られるじゃな。それで行ったら、あ、ないわセットのやつがと思って、ほんでカツカレー千円札入れて、はい、カツカレーのボタンを押したんですよ、うん、ほんだら下に余ったお金の、うん、あれでライス、はい、ライス、味噌汁バッて、うん、点滅するんですよ。はい、すぐに、カツカレーを押して、はい、うん、それで、ええー、と思ったら、ライス点滅してるわと思って。で、ライス、あ、カツカレーだけなんだと思って。ルーだけってことですよね。ルーとカツ。ライスは別なのかとか、えらい細かい食堂やな、みんななったなと思って、ライス頼んで、それ出したら、お腹空いてらっしゃるんですか。おばちゃんに、恥ずかしい。じゃあ、じゃあね。ほんで、いやいや、なんで、いや、やっぱりそうか、カツカレー、うん、ダイスなのか、うん。そうに決まってるじゃないのっておばちゃんやねんけどね。うん、あわ、店舗ね、あんた、とか言って。おお、あ、でも、おしゃれな服ってこれやねんけど、この服、これミーシャに持った服やねんけど、いい、誕生日プレゼントで。これ、グッチとアディダスのコラボですよね。あ、ほんとだ、グッチのマークがある、うん。お前らアディダスのことはあんま思い入れないやるけど。いや、そんなことないですよ。どういうことですか、思い出。俺たちの時代は、アディダスにサッカーやってる人間は、もうアディダスバッグ持つのが。憧れってことですか？もう憧れどころじゃない。もう本当に、すごいことなの。アディダスバッグで投稿するっていうのか、もうかっこいい象徴やね。そしたら思い入れないね。そうですね。そこまで思い入れはない。お前ら簡単にアディダスだ、ナイキだ、プーマだとか言ってるやろ。ちゃうんだ、俺らもアディダス。ワールドカップっていう靴が出てる時お金ないから、親父に嘘まで言うて、これ買うてもらおうて、1万5千円やったの、ワールドカップっていうものが出たんですよ、サッカーシューズで。それが買えずに、タイガーのインジェクターという靴で我慢してとか、普段もうキャプテンが履いてんの羨ましい。そういう時代のアディダスがグッチとコラボしてくれたっていうので思い入れがあって、来ては洗い、来ては洗いしてるんですよ。ダメになっちゃう。高いのに。高いのに。貧しい中の子みたいな。こんな時代ずっと。そう。乾くんですよ、今。確かに。いや、乾くけど。けどやけど。けどです。そういうもんやね。それで。いや、ほんなら、ライス、いや、やっぱりそうか、って、あ、間違っちゃったわね、とか言って、うん、ライス、これいらんって言って、うん、
もう、あの、ええわ、うん、ライスも、はい、押してしもうたから、うん、食べられへんし、うん、まだ朝やし、うん、無理なんで、これいいですって、このままもうチケットも、そうしてくださいって言ったら、はい、ほんだら、シェフっていうのが、はい、一番偉いさんが、60円持って、返しますわ、って。60円もらって。60円もらって。いやいや、取っといてくれと。向こうも向こうでね、60円逆に取りにくいし。いや、だから、そのままにしてくれたらええねんけど、お前、そのチケット無駄にして60円、あれ、マイポケットから出さってやるけど、さんまさんに申し訳ないんで、とかね、返しますわ。いやいや、もう、俺が押し間違ってんねんからやな。いや、こっちも悪いんですよ。カツカレーライスって書かないのが。いや、そんなことちゃう。って書いたら、まあ、ライスもついてるよねって、うん、いやこっちもライスが点滅するからやな。そうなんですよ、すいません。放送とか朝から、うん、それで免許更新されました。お疲れ様です。LBS ヤングタウン赤嶋さんまです。藤本美樹と工藤遥香です。略のコーナー、イエイ。というわけで、こちらラジオネームさゆみんとからいただきました。全員のこんばんは。こんばんは。工藤遥香ちゃんは、はい、MBS テレビで連ドラ初ヒロインに抜擢されました。はい、すごいな、はい、ロマンス暴風域という作品で風俗嬢役を熱演し、キスシーンやベッドシーンがふんだんに盛り込まれ見なきゃ、舌を絡めた本気のキスシーン。嘘やん。熱演しています。やっとの癒せませんで頑張った成果が発揮されています。本当だ。さんまさんもぜひドラマを見て嘘を、はるかちゃんの成長を、目に焼き付けてくださいということで、はい、すごい激しい、ちょっと。そうですね、はい。まあ、キスシーンだったり、それちょっと、センシティブなシーンと言いますか、ラブシーン的なのに。多い、もちろんこういう設定やもんな。そうです、風俗嬢なんで、そういう設定で。うん、見る。その風俗嬢に。照れるわ。いますよ。キャって言ったから。いや。照れるわ。いや、俺は見るわ。そういう反応が多かったですね。やっぱ昔からやっぱ応援してくれてるファンの方たちが、もうちょっとなんかこう、見てられないと、うん、ちょっと。見れなかった。でも、オファー来た時、やってみたい。そうお前、こういう根性あるな。こういう。なんかこう、遅かれ早かれ、まあ女優だったり、やるかなと思ってたので、うん、その本が良ければこの流れに必要かとかね、はい、うん、だったし、こうあの周りのこう監督だったりとか、うん、あの出演者の皆さんと一緒にお仕事がしたいなっていう思いで、どちらかというと受けたので、うん、あ、なるほど、はい、でも監督の要求に言われるが、ね、ままというかな、はい、演出上仕方がないよな。やりました。でも照れる。昔安田圭ちゃんが、はい、卒業して、はい、あのお前何も圭ちゃんそんなシーンやったことない。ヒルドラでやったよな。あったキスシーン、あのヒルドラでちょっと探します。私リサカさんね、お前あったもう待って、ちょっと人妻のなんかそこまでいかへんけども、うん、そのメロドラマ的なドラマを主役をやって、それでちょっと、なんかテーブルの上押し倒されて、あらどうのこうのってケミコが、おう、もうテーブルの押し倒されて殴られるんじゃないんですよね。あの殴られない。愛し合うんですよ。愛し合う。もうそれも言われて見てくださいとか、でもその前のラジオでロバのケツから安田圭とか言ってギャー笑ってたよね。確かに。そやね。ロバのケツから安田圭ってそれ道重が考えたあだ名らしい。ロバのケツから。道重もひどいよな。ひどい。山のケツから安田圭で一人笑うとんねん。どうまあ、あんな人の影響じゃん、涙ぐんでたもん。いや、それはそうだ。怒れない。それでギラギラ笑ってる。あの、そういうのがあって、俺もちょっと見たんですけど、やっぱり目そらして。いや、そうですよね。うん。いやいやよ。だから、それはすよ。お前もあれやで。まあ、今の旦那と、岩盤浴の写真、ちゃんと見てないよ、俺。あんな歩いてるだけど写真。それは見れるでしょ、出てくるやん。いやいや、想像してまうからやな。いや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 。いや、ほんま、俺想像力すごい高い。豊かすぎる。
あの想像力があるから照れんねん。だから前の奥さんが離婚してからね、フェアヌード出された時も送ってきて、出版社から、うん、で5ページ見て知ってるわってもう捨ててそこは照れなかったです。照れた照れた、すっごい、かわいいさまさん、かわいい、かわいいことあるか、って見てる。いやいや、だからあの工藤すまん、はい、俺見れないと思うね、お前の。いや全然いやいや、どちらでもって思って。俺はお前17歳、そうです、15歳ぐらいが知ってるのかな。そうですね、初めてが高校1年生とかの時にヤンタン来たので、15、6歳だったと思う。15歳から知ってて、やな、まあ、ほんで この番組はそのアップロンさんもいろいろやっていただいたりして、はい、全部男を知らない設定で俺喋らされてんのよ。設定とか言わないでください喋らされて、喋らされてんの。設定とか言わないでください。知らない人も山ほど言ってますから、うん、そうですよ、知らない人の方が多いかもしれません。そういうね、はい、ことを知らないっていう設定でずっと。設定じゃないです。設定やろ。強めに。お前が全部裏切ってきたやないか。特にお前と加藤のり子や、ほう。そうですね、私たちは、はい。裏切ってきたやろ。はい、裏切ったでいいです。うん。高橋もちょっと裏切ったやな、あれは。そうですね。うん。安倍とのツーショットのような、ドライブ中、楽しそうにする。ドライブ。とか思うたよ。まあまあ、その何遍も写真載ってる俺から言うのもないやけど。ショック。ショック。ショックだから。でも、もうアイドルっていうか女優としてやから、そうですね、見れるんちゃいますか。いや、少女もよう見れるな。いや、だから女優として、まあアイドルじゃないから。15歳の工藤知ってんねで。だってなかなか卒業してそこまでやるメンバーっていうのも少ないと思う。そうやな、うん。そうですね。いない。いないんじゃないかな。キスシーンはまあいるかもしれないですけど。これぐらいハードに、芝居に挑戦する。すごい、まあまあ、女優さんならまあ、わからんではないねんけどな。痛い痛い。だから22歳で、そんな、そういうベッドシーンもちょっとあんの。ありました、ほら見なきゃですよさんまさん。じゃ見なきゃって、工藤お前その男性とか知らんねやろ。なんでそんなの今設定や設定お前ら裏切ってきたけど、なんか知ってるとも知らないとも言いづらいじゃないですか。5年経ったとはいえ、5年経ったとはいえです、ね、5年も経ちますけど、いろいろなことあるけども、はい、まあそういうことや、はい。どういうか、そこは別に考える必要ないやんな。一つの女優さんとして見られたら照れない。照れる、でも照れます。分かるよ、どれのキスシーンでも照れるやろ。照れます。いや照れる、すごいニヤニヤしてるじゃん。見たないわそんな。見ろ。照れるは照れる。なんかメンバーが見てくれたんですよ、うん、見たいい久保とか、どういう評価とか、もうなんか笑いが止まらなくて、なんか私の顔は見れなかったみたいな言われました。やろ、はい、うん、知ってる人は笑っちゃって無理だった。ちょっと見たい。いや、15歳から知ってるとなると、そうですね、まあまあどんなんか、舌を絡め合ったりもしてた、これ書いてあるけども。いや、そこまでは、うん、やってはないんですけど、まあ、激しめなキスシーン。ハムハムしてるってことですよね。ハムハムしてるってことです。ハムハム。口と口でハムハムしてるやつ。ハムハム。下、ベッドシーンばっかりじゃないじゃないですか。そうです。その女性としての。物語もハムハムしてる。ハムそこばっかり。アメリカンなキスシーン。そこばっかり見られんのかな。ハム中です、ハム中。そんなんはええねん、もう。ハムハムじゃないねん。ハムハム。しますか、ハムハム、普段。したい。俺ハムハムする技術ないね。申し訳ないけど。じゃあちょっと勉強の一つにでも見ていただいて。あ、ほら。そうやな。何工藤偉そうに上からお前。ハムハム経験者ですからだって。主演の俳優さんにもすごい助けていただきながら。あ、もちろん。キスシーンはまあ女優さんのもんやって我々世代はそうだったんですよ。キスシーンは女優さんのもんで、男のアップとか男の後頭部とか見たくないからカメラの位置を探りながら逃げるんですね。綺麗に撮れ、そうそう、女優さんを綺麗に撮るために、もうだからそっちばっかり意識してた。あ、だからうまくリードして
してくれはったんだ。はい。男優さんが。私初めてだったんで、その、キスシーンが、ね。キスシーンが初めてだったんで、もう分かんないことだらけだから、やっぱ引っ張っていっていただきました、ね。これ初めて、俺はもう大昔のドラマやねんけども、はい、角地佳子ちゃんさんが、はい、キスシーンが、モデルさんから男女7人出てるんで、ああ、そっか。キスシーンが初めてで、うん、奥田瑛二さんとのキスシーンやったんですけども、向こうが初めてやからかわいそうだと思って奥田さんは一発目リハーサルからやがあったんですよ。おーキスシーンって本番だけやねんけど、あそっか、鳴らしてあげようってことですよね。その相手のことを考えて、リハーサルこれはやってあげた方が彼女のためにはいいと思ってやったら、ね、やめてくださいって言われた本番だけじゃないんですかとか言って、いやいやさ、いや君のために思ってさとか言って、聞いてたんですね。本番だけだって聞いてたんです、ね。俺らもモニター見てて、リハからやってるって言っててんから、照れますよねそれは。いや、うん、いや照れたやろ最初。最初ははい緊張しました。でもなんかリハーサルしないのに本番だけするって逆に。どっちも、だから俺、奥田瑛二さんの方が正しいと思う、感じやったもん。うん、なんか、お願いします、じゃあ、みたいなのも。だから、俺からキスするっていうのは全部カットしてもらうんで、いつも、本で。大体奪われるバージョンなんです、ね。いやいや、嫌やわ、こんな。俺も出てるからやな、ドラマに。奪われるバージョン。奪われちゃうか、多いな。そうちょっと見返してみよう。要は昔さんまさんがなんかでちっちゃめのパンツ履いていたとかいう話を昔やってて、はい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 、俺もちょっと笑わそう思って、四谷階段いうのでちょっと歯舞台やって、はい、笑わそう思って監督に、すいません、キスシーンありますかねって言ったら、バレーロー言われて、むっちゃ怒られて、笑わそう思ってんけど、あんまりこういう笑いって、ないですよって終わると思ってた。来る思ってたんですよ。もうやって本気でした、頭越しに怒られて、何やねん思って、それからもうえらい緊張してしもって。いや、ほんまにそう。胸は見せないんですよね、もちろん。そうです。見せてないです。もちろん。はい。胸を触るとかいうのは、あるの？カットとしてはないです。なんかそういう風に見える演出だけで。俺ね、公職一代男っていうのを主役でやったことあるんですけど、はい、ほとんど濡れ場なんですよ。いつも通りにって言われて。それ一番照れますね。いつも通りだもんね。やだ、なんかそれ。俺で合ってるのかなとか。じゃあ、マジで。どんなことしたんですか。どんなことも言ってないいつも通りで。いつも通りして。どこで合って、ものすごい、俺が24か5やったと、すごい心配になって。はい。ほんで、あんまりできずにドキドキして、最初。ほんな女優さんはそういう、女優さんなんで、思い切ってきてくださいと。こっちが恥ずかしいですからって言われて、着物の、胸元から手を入れて、胸をタッチするっていうシーンなんですけども、はい、触ったら悪いからと思って、上に上げて、指を動かして、効果を出そうと思ったんですよ。ほんなら、監督がカットー言って、ちょっとさんまさん、テクニック使いすぎですみたいな。そんな、調子悪いわ。俺は触らずに、上で、着物を揺らして、そういう風に見せようとしたんですよ。ちょっとやばい。ちょっとやばかった、俺、カットええー、言って。ほんなら、監督と女優さんが相談して、手持って、自分から、うん、持って行ってくれやった。あすごい。やっぱ奪われるバージョンです、ね。奪われるバージョン。マジで。自分から言うなんか、すいませんとか言って、いや、はい、本当にさんまさん来てくださいってもう思い切り。で、こっちも恥ずかしくなっちゃうんです。確かに、ね、女優さんがそうしたら、手は入ってきたはいいけど、上で顔なんか。着物やで、ね、でも、それを、もうちょっと動かさなきゃよかったんですよ。俺なんか、効果を、着物やから、ちょっと効果をちょっと出そうと思って、はい、追い目にやってしまったんですよ。まあなんか、こう、電動の、こうなんか、やだ。ように見えてしまったらしいの。電池切れのですか。電池切れ。カットー言って。テクニック出しすぎです。いや、違うねんけど、とか。すいません、とか言って。それでも監督が上から降りてきて、相談、女優さんと。どうしますか？なんか、早い、自分から持って行っちゃってください、とか言って。で手をバッと持って、自分からバッて、胸に。その時ももう、はい、胸に触ってるからやな、
もう申し訳なくってやな。お芝居ですから。いや分かってる。そうですよ。それは分かってるけど、うん、俺らお笑い芸人が役者じゃないから、ね、役者まで入り込めないんでね。どっか残しとかなあかんね。ほいで逆に、はい、入り込むお笑い芸人は俺はお笑いとしてはあかんと思う。うん、やっぱりどっか、照れたり。する商売、っていうところがあるんです俺らの時代は。今はあれやろうけども、そこを残しとかなあかんねん、逆に言うとね、うん、芸人はそういうのがあるから、いろいろ思い出はあるけど、工藤22歳で偉いわ、はい、俺25歳の男でそんな出来栄えやからね。カッへーってもう一回一回もうでもそういうところってやっぱり 女性の方がやっぱりこうパッと踏み込めるんですかね。そんな気はしますね。まあな、ね、それはあると思う。男はどうして、まあ自分のもんじゃない、キスシーンは女の女優さんのものっていうのがあるから、余計位置も考えるし、肩が入ってもあかんし、そうやねん。だからもう、ちょっと、痛いね、どっか、そのシーンが終わると長かったら。別になんか、キスシーン楽しいわけじゃないんですね。もう、俺は全く楽しくない。ギュッと抱きしめられるシーンなんか、さんまさんどうなんですか？こう、グッとなった時、こう。じゃあ、初め、反応したら嫌やからって言って、ショート、きついパンツ履いていったんですけど、それ反応したら嫌やんか。もうそれ、キャー言われる。キャー言われるし。そんな、何やったキャー言われてる場合やないやんか。はいはい、カットですよ。カット即カットかかりますよ。もう、やっぱり、クリスク死ぬほど食べてる。クリスクやっぱちょっと、あれですから。はい、避ける。やっぱり失礼やと思うから、その、芝居的にはガッと言ったらええんだけど、はいはい、俺らはちょっと照れる女優さんに申し訳ないっていうので、ちょっと腰をクッと。ああ、バレない。バレない程度に。もう申し訳ない方が多いね。女優さん来てほしいね、ね、芝居的には。その方がやりやすいなとは思っちゃいますね。なるほど。そうかそうか。はぁ、い、かっこええなぁ。そんな、22歳の工藤も、プロ意識が。ねえ。いやいや。まあ、せっかくこう、グループ卒業して、女優やりたいって言って やり始めたんで。女優さんやりたいってやったからな。はい、なんだったら、やっぱちゃんと、なんだろうな、こう。NG なしじゃないけどね。うん、せずにやろうみたいな、うん、ところはあります。すごい、すごい。はぁ。でも前日は、緊張するやろ？めっちゃ緊張しました。やだ。さすがになんか。当日が嫌やね。当日はもう入ったらもう。いやうん、もうやるだけなんで、お芝居するだけなんですけど。うん、でもスタッフも分かってるから、意外と淡々とやる。やってやろうっていう、うん、空気感が、こっちはもう、どうしようとかいう感じやけど、もう監督とかね、スタッフ、次は10シーンですよね、とか、うん、もう淡々と行こうとしてるのがまた分かんねん。うん、なんか気使わせてるなっていうのも、なんとなく、はい、ありました。それがなんか一番、こう気まずいっていうか、どうしていいか分かんなかったです。そうよね、はい、みんなその初めてのキスシーンだっての分かってるから、うん、そうそうそう、みんながそれに対してちょっとこう緊張感があるっていうか、そう、あれが一番ドキドキしましたね。そうそう、俺はそうやね、はい、それで俺に隠しでキスシーンが多いんですね。監督と女優さんでさんまさんのキスしてあげてくださいって、うんうんうん、しましょうって、さんまさん嫌がるんでってだからいつも奪われるか。だからただ岩崎宏美ちゃんとの男女誌に秋物語っていう方やつは、岩崎さんがザーッと階段降りて振り返ってダーッと上に上がってきて、俺が待ってるところでパッとキスするっていう。かわいい。で、かわいいシーンの、カットって言って。なんでや今って言ったら、うん、俺が口とんがらかしたら近づいてくると。いや、する気満々。する気満々。チューする気満々。俺は驚かなあかんねんけど、うん、なんか、待ち構えた。俺もな、ひろみちゃん来た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 来だ大竹さんの時も向こうからやしな、田中優子さんの時もそうやし、すごいキスシーンめちゃめちゃしてるじゃないですか。ドラマのね一応やると、昔はそうやったね。ダンフミさんも引きやったんで近づけて、でも女優としてやっぱりちゃんとやってほしいって言われたわ。この引きやからいいかと思ってやってたんですけど、要するに芝居的に女のね、そう気持ち的なところだと思います。って言われた、これからはキスシーンやったら思い切り行こうと思って。もうないって。
この年で、そんな、キスシーンもないですよ。いいやないか、お前。はい。今はやっぱバカツとか横の中流行ってるから、ね。パパ側。っていうドラマが、なあ。いや、いいかもしれない。いいかもしれない。うん。パパ役。別に、工藤守ると、え、やります、やります。あ、いや、ごめんなさい。ちょっと。見る。いや、あと私見る。こちら、三鷹高光。全力の皆さん、こんばんは。工藤さんは昨年10月からヤングタウン月曜のパーソナリティ、あ、そうかそうか。あ、そうです。月曜日やってる、ね。月曜日に。乃木坂46の、若月さんと務めています、うん、お互いに、低い声が特徴かつ2人の年齢差が5歳ということで、うん、ほぼ初対面だった番組をスタート直後にはとても落ち着いた放送となっていましたが、うん、最近ではお互いのパーソナルな部分を共有できるほど番組に盛り上がりを出てきました、うん、工藤さん約4年ぶりの復帰したヤンタン楽しんでますか？ヤンタンに帰ってきての感想などありましたらぜひ聞かせてください、はい、そうかあれが何年前やったっけ、ヤンタンやり始めた俺がラジオメッセージ送った時だね、が去年の10月なんですよ。あれまだ去年の10月 か、そうなんです。まだ全然日は経ってなくて、うん、それ月曜日のパーソナリティを今やらせてもらってるんですけど、そう、どうなの、はい、ヤンタンをでまた今日のこのヤンドとの、こう、うん、なんて言うんでしょう、テンションの差というか、同じヤンタンでも全然色が違いすぎて。もちろんなんだ。私はこの、この、そう、私はヤンタンといえばこれだと思ってるから、違うんですか？もうちょっと落ち着いてる。落ち着いてる。めちゃめちゃ静かなんですよ。そうなの？ヤンタンじゃない、それは。ヤンタンじゃない。耐えない、ミキティ。さすが、サックスは37歳。ラジオは、もうあの、柱かんにゃきゃい。だから、最初に、その、同じ、ヤンタンって思ってきたから、うん、私もこの、高いテンションで、うん、もう、さんまさんぐらい喋らないとの心意気で来たんですけど、うん、結局、その、まあ、二人のテンションで全然いいですようにもちろんなるので。ディレクターはね、はい、特に最近のね、中堅とか若いやつは、うん、ボソボソとか、そうですね。ハリゲー、俺らハリゲーって言うんですよ、俺。ハリゲーいっぱい。マイクイラスみたいな感じですもんね。どんどん数が少なくなってる。張ってるのがカッコ悪いらしいんですよ。だから多分1週間の中で一番元気だと思います。ここが、ここが、あれそうなんだ、一番パワーあるなっていうのは思います。そうそう、パワーだけね。パワーだけ。だだ形が古いんですよね多分ね、我々、なんかそう、正解はきっとないんでしょうけど、うん、そうそう、はい、でも今はそういうのが、あの、かっこよくないって思う人が多いみたいだよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、時代の違いで。そうか、うん、ナチュラルにみたいな、ね、まあ、そう、ちょっとその傾向には、かっこよくボソッとしゃべる、はい、ミュージシャン傾向になってきて、我々から見ると、ああ、ミュージシャンの DJ はこう、はい、お笑いはこうだって向かって言ってたんですね、はい、あのミュージシャン DJ が全盛の頃やから、はい、そうそうそう、お笑いとして向かっていくにはっていう、ことでやってましたけども、そうかそうか、そっちの方がええねんで、こんなん真似しなくてええよ。、うん、しようと思ってもできないです。いや、確かに、そんなハムハムでそんな盛り上がれないです。確かに。ハムハム、私たち月曜日はこんなにこんな盛り上がりですよね。ハムハム、ラジオやのに表情作ってハムハム。それ言うの恥ずかしいから。俺は一応藤本とのコンビネーションでやってるだけで、表情作るなんでもええよな。音だけで伝わるから、恥ずかしい、恥ずかしくなってきちゃった。俺たちの時代恥ずかしい、ね、それをもっと認める。あの、いろいろ違ってきてる、うん、そうですね、はい、だから、ニューヨークなんかは若いから、うん、お笑い向上委員会はこれ暴走族の集いやってる。確かに、あ、そういう見方もあるか。確かに、暴走族僕辞めたんで、もうサラリーマンになってるんで、ここに呼ばないでくださいって。こんなのお笑いの暴走族の寄り集まりじゃないですか。本当だ、うん、土曜日に集会開いてるだけでしょ、これ。集会開いてる。っていう、いう、こんな僕らやるとないんですよ、とか、よう言うとるわ。うん、で現役じゃなかったからね、もうあの、卒業した暴走族が集まって。そうですね。それが、張り芸いっぱいからやな。
賑やか。立ち悪いよね。そうかそうか。はい、でやっぱこのヤングタウンといえば懐かしいなっていう。そうですね。でも私はなんかヤンタンダだって感じがします。ああ、そっか。ヤンタンダといえばな感じが、ね、はい。ここから始まったので。ここスタートやし、はい、俺ら本当の大昔のヤンタンはこうしてやってきたからね。そうですよね。だからその印象は。だからほぼもう40、何年か、5年か。はい、45年前、ね、すごいな。だってこういう55周年とかですよね、今年が。あ、ヤンタン55周年なんですよ。あの要するに三次二案と斉藤さんとかやってらっしゃったのがその55年前55年前か。だから7年経って8年経って俺がバトンタッチ受けたんだ。45年、俺が45年6年。そうですよね。だって生まれた子が結構なおじさんになるぐらいな、うん、おじさんぐらいぐらいずつしっかり家庭持つぐらい、そういう人らが大阪や新大阪で集まってそうですね。それ集まりますよ。日本へのあのジャニーズのファンとか、あとの若手芸人のファンとか、ミュージシャンとかね、若いいっぱいいますよね。女の子とかが、なんか5、60の団体がいると怖いねって。この間もわかる、なんか何の会だろうって思いますもん。いろんな弁当持ってきたり、もう食料やな。俺に持ち物がちょっと違うんですよ。絵付けしてるみたいな。色物じゃないんですよ、持ち物が。なんか乾き物とか、そうそうアイドル、そんな持ってけえ、うん、いらない。551の豚まん。まあ一番嬉しいですけどね。一番嬉しい。あと缶詰、新しく出た缶詰。嬉しい。俺をすごい貧しい少年のような扱いをしていたなんて。おしまい。ヤンムス褒めてま川柳褒め短歌のコーナー。イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤンムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい、じゃあ私からいきます。お願いします。はい、東京都のミヤレイさんからです。旦那のね、車が突然燃えました。なんかそうらしいな。そうなんです。そうなんです。なんか燃えたってどういう燃え方。なんかエンジンがちょっとかからない日があって、何回かこうスタートボタンみたいなのを押して、で、ついてたんですよ。で、ある日、そのガソリンスタンドに行って、ガソリン入れるときに切るじゃないですか。で、それでつけようと思ったらつかないから、あれってまた何回か押してたら、なんか乗ってたらモコモコモコって煙が出てきて、で、なんか、煙出てると思って、なんかトランク開けたらもう本当にメラ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 燃えてたって言ってました。何やねんそれ。怖っ、はあ、怖っ、危なっ。その電気を飛ばすのがなんかこう、はあ、うん、よかったな、ガソリンに燃え移らなくて。そうなんですよ、大惨事になったもんな。だしこう家とかの駐車場とかだったら本当に、あ、そうか、はい、家じゃなくてもよかったし、はあ、なんかガソリンスタンドって怖いけど絶対消火器とかそういうのあるじゃないですか。だから逆にガソリンスタンドでよかったねっていうか、ほんま、いやいや、そのガソリンも映らないだけで、はい、よかったよ、それ。ありましたよ。原因ってのは配線のあれかな。そうだと思います。要するに漏電みたいなもんですよ、はいはい、その電気系統からやろ。スタートの、はい、飛ぶのがなんかって言ってましたね。うわー、俺もそれ廃車。廃車です。こんな新しいの買いよったまた。買いました、乗り換えました。だから何、気に食わない顔してんの。いや、だってなんかね、またお金かかるじゃないですか、乗り換えたら。そうか、引き取り金額も出ないし。あ、でも廃車、あの火災での廃車なんで保険でちゃんとやってくれました。あ、結構そうか、そうか、はいはい、それはもうちゃんと、あ、そうかそうか、できましたね。そうか、俺は昔27時間で車ね壊して、はい、俺の車をたけしさん壊すの売りでやってて、明日引き取りますから番組でたけしさんがいろいろぶつけると思いますけども、ははは、それを買い取って、あの新車に入れ替えて、500万で降りたんですけども、はい、前日まで、うん、その放送を見て0円になったんです。そっか、わざとでしょってことですよね。いやいや、ペンキとか取れないらしいんですよ。ほんでへこみとかっていうので、そういうこともありましたね。だからまあまあ笑いが起こったし、これでいいかとか思いつつ、それを今、塗り替えて迷彩にしてるゲレンデ。あ、そうなんですね。あれが0円のゲレンデなんですよ。
かっこよくなってる。かっこよくなってる。ただいちいち議員会館の前とか止められるけど。ああ、迷彩なんで。やばい人と思われちゃう。シャッター引かれるんですよ。道路の。あんで顔を見て、あどうぞどうぞすいませんとか言って。いちいち止められる。いちいち大変なの。特に今この時期は大変。さあ続いて。はい、東京都の宮礼さんからです。よー食事中まさかのトンビに襲われた。持ってかれたか。いや持ってかれはしなかったんですけど、なんか鎌倉の方に家族で海なんか娘が海見たことないって言って、確かに海連れてったことないかもと思って、この中で。そうか、そうです、そうです。で連れてったらもうすごいもう食べ物出したらピューピューって言ってて、トンビに注意って書いてるやろあの辺は。いや書いてるけど、こんなに持ってたら大丈夫だろうと思ってたら、もう本当にもうすごい近く。あ、バグってきよね。いやそうです。で、なんかもう本当に、でも食べ物隠したらもう全然来ないんですね、あれね。カラスとかはなんか来るじゃないですか、それでも明けに。揚げになんか置いといたらな、あと、オーストラリアのな、スズメとな、はい、あと鴨川なんか特にね、もうトンビだらけやったから、もう絶対もう揚げないでくださいよって。もう知っとんねん、もうこれ狙いよね。そうか。背後からもう見事にマクドナルドとか持ってきてるね。怖い。怖い、賢い。賢い。いっぺんこう、要するに偽物を持ってやったら、分かっとる、上から。頭いいというのか。いいですね。で、こう来たら、殴ったら思ってたんですけど、全然来なかったです。来なかった、偽物だから。ガーンって、殴るのも、殴りよとかバレたんかな。あずっとこうしてたから。そっか。というのもあれ、トンビは頭いい。すごい、俺らが想像できないカラスでもそうやけど、ピンポイントでダーンと餌の方に、どうして、どうあんなちっちゃい目で。どうして見てんねやろっていう特殊レンズやよね。鳥の目。見事に分け寄るな。はい。あんな上からな。すごいですよね。あれ食べれるもんか食べれないもんか分かるよね。分かるっていう。あれどういう能力やねやろな。まあいいよね。怖い怖い言ってた子供。言ってました。うわーとかって言って。で、なんか近く通った人が食べ物見せない方がいいですよって言うから。なんか私はしまおうとしてるんですけど、息子は隠れてでも食べようとして、しまえしまえみたいな休憩だみたいな、ご飯は移動して食べた。移動してもう一回やめて、普通に海で遊んでちょっと、ああご飯食べずに、はい、で車戻って食べました。ここが一番安全でねって言ってそうそう、あの辺トンビ多いんですよね。よかった。これはだから娘さんにとってはええ経験じゃないよね。そうですね、もうちょっと海行きたい怖いみたいなさあ続いて、はい、大阪府のまーちゃんのヒットチャートなおさんからです。よー。子供の頃チャンネル争いしてたら母がハサミでコード切断わあ、その母にしてお前がいるのもわからんな。そうです、本当に激しい家なんで、やだやだ言ったらバチッと切ると、そう、もううるさい、テレビで喧嘩するならこんなもんなくていいって言って、ついてるテレビのままハサミでバーンって切って、コード抜かずに切った、抜かずに、だからちょっとハサミがちょっとだけ爆発するんですよね。あバチンやろ、かけます。ああ、いや分かる分かる、バチンって言うやろ。そうです、それをなんかずっと何回か やられてて、お姉ちゃんがそのハンダゴテを習って帰ってきた時にくっつけてくれたんですよ。すごいな。ハンダゴテ習ったぞって言って、テレビ見れるぞお前らって言ってどんな家お姉ちゃんがハンダゴテつけてくれて、でもつけたってバレたらお母さんに怒られるから帰ってきたら線抜いてテレビ見てママ早く電気呼んでくれよみたいな感じで言って、やってた、はい、あれもう抜いて巻いたらええねんけどね、もう全然わかんないからハンダゴテで、でもあれプチッと切れとったらもう巻かれ、あれで、ああいう技術ないからね、それも知らないから、そうやわな、ちっちゃいから、うん、そうそうそう、習ってきたっつってでもすごいな、救世主した、救世主、すごいな、ハンダゴテでクリアできたっちゅうすごいな、すごいすごい、はあ、そうそう、そんなもんや、昔はな、あ、お父さん、お母さんもやっぱり強いんだ。強いです。お母さん強い。お母さんになんだ。そうですね、たくましく。お前もその、電気の、要するにコードバチンって切るようなトークはいっぱいしてるで、お前。モーニングの前では。確かに。みんなに怖い怖い言われてるから。怖いわ。正論じゃねえかってみたいな。正論言うやええっていうもんちゃうんですよっていう感じの後輩になるよね。そうですね。工藤は
ミキティの一時はいないのかぶってないですよ。あ、ミキティの怖さは知らないんだ、はい、伝説だけこう伝説だけ勝手にだから噂が出ながらてくるみたいな、勝手にみんな怯えてるんですそうかそうかそうです。その要するにまた脚色してオーバーに伝わってるのか。そうですそうです。怖かったよっていう怖かったことが脚色されてやっぱ伝わってはきてますね、うん、ミキティ来たらっとなの一応はい、あのちょっとこう背筋がスッと伸びる感じはあります。そやろな、周りのマネージャーさんが悪いんですよ。何がなんかこうあら藤本来たからっつって、あ、そうマネージャーさんもそういうとこありますね。中澤さんと私の時だけなんか、うん、ほら来たからほらほら来た来た来た静かにとか言う。それがもうどんどんなんか中澤と中澤は知らない年齢離れてて、そうですね、もうお母さんみたいにしっかりしなきゃと思って、やっぱわざと厳しくしたみたい、うん、藤本はそれじゃないからね。ナチュラルに春だったら言うっていう気に食わないことあったら言うっていう。グッと胸にねしまい込めばいいじゃない。無理やね、うん、若さではそうそう、もうちょっと胸も大きくなったか分からへん。あ確かにしまい込んでた、しまい込んでたら出しちゃったから全部もう出しちゃったから全部仕方がない。さあ続いてくどうか。はい、東京都ラジオネームひなまるさんからです。最近の小さな悩み生え際です。うん、どこのあのここの、うん、こうポニーテールとかをすると、うん、この辺があハゲてきたんですよ。ハゲてきたっていうかもともとのあれじゃろうかハゲてなんか多分なんですけど、そのそういうモーニング娘。時代に、うん、あのこう大きいヘアアクセをつけるんですよ、髪飾りに。わかるわかる。でそれのためにつけすぎて編み込みとかをがっちりやりすぎて、あいやわかる、つけすぎてそれ聞いたことある。こうハゲてきて、で今もう有無を言わさずこう役柄でポニーテールとかしなきゃいけない時に、うん、ここが薄いのがこうバレてきて、うん、撮影してる時にちょっとここ気になるから塗るねって言って塗られるんですよ、メイクさんに。ここだけのエクステあんねやろ多分な。 あります前髪のエクステとかあるんですけど、うんうん、普段はやっぱ分かんないんで、うん、カメラ前に立った時とか角度によって気になるみたいなのが出てきて、分かる塗られたりする機会が増えて、うん、なのでもう最近はあの元々薄いんで全然塗ってくださいって自分から言うようにはしてるんですけど、そうなんです。それが最近のこれが気になるよな、はい、気になりやしましたね。はい、嫌だなと思ってます。それはそうやろ、仕方ないよな、うん、そうですね。でも増毛できるのちゃうか今の技術じゃ。でもどうにかはできると思うんですけど、いやどうにかだ、せんでも普通にやったら増毛して植えるってこと。そうそうそう、植えるほどでもないじゃないですか。でもそなんか、ね、微妙なラインなんですよね。いや気にしすぎなっちゃう、うん、それもあるのかもしれない、うん、ないです、もしかしたら、うん、いやそれは気にしようやと思うんで、気にせなあかんで、全然大丈夫全然大丈夫ちゃうやんけ、気にしすぎじゃんやって全然ですか、あかんってそれ。これ聞こうか、うわいや全然大丈夫不安にさせようとしてる、全然大丈夫そうやってツアーとか、うん、そうやって全然大丈夫落としめようとしてるんですか。やめてください気にんな。あのな俺もドラマとか何個かやってるからあれだけど、はい、俺は白髪でピカピカって光ったんで、メイクさんが、はい、ヘアメイクさんが塗ったり、うん、始めしてやってんけど、うん、すいませんピカピカピカが一番目立つんで染めていただけますかって俺はテレビ局 の、うん、あのメイクさんに最初染めてもらってんねん。へ、それはすいませんってもうさんまさん邪魔くさいの分かりますけどやっていただくとこっち助かるって、うん、角度によって普通の時はええねんけど角度変えたらピカッて光ったり、確かに動きますもんね、照明とかしたら気になるみたいで、まあ、さまざまなそのテレビとかドラマとかそんなのあるけど、俺がもう染めるようになったのは、うん、白髪でドゥーンはきついって言われて確かにあれは痛々しいですって、白髪でドゥーンは直球そうか白髪でドゥーンは入れたんですよ。それで俺は空の染めながらもうドゥーマな言うたら俺の商売道具やから、はい、知らないで痛々しい言われたらドゥーマやめたら嫌だよこれがやめる商売道具や言ってんの寂しくなっちゃう、まあ、貧相な道具もう大工さんで言ったらノコギリカンナやから、そうですよねないと仕事できへんねんできるわいやこれは分かる、気になるったらな、女優さんでもたまにいらっしゃるな、ここすいませんとか言って、うん、忘れ、ほんで家帰ってそのままつけてんの知らんとな、シャワーすると黒いのがバー落ちるから、そうです、うわ何が起こったんだってつけたら忘れるらしいな結構忘れてることとかありますね。あこれはもうこれからどんどん乗り越えていかなきゃいけないけど、はい、まあエクステが一番手取り早いと思うよ俺は。そうですね、うん
さあ続いて、大阪府のまーちゃんのヒットチャートナウさんからです。アコギ買い多少はできるよ弾き語り。何がアコースティックギターを1年ちょっと前に買って、うん、それで弾き語りをちょこちょこ、まあ、趣味程度。自分で作って？いや作ってないです。あの基本的にカバーみたいな感じで、うん、既存の曲をあのやってます。あ、やっと今なんていうの、みんなゆずから始まるとか言うとったギターは。あいみょん、ね、私はあいみょんさんです。あいみょんから始まってます。はい、あ、みんなあいみょんの時代になってきてんのか。まあ女性っていうのもあるのかもしれないですけど、いいよね、あいみょんさんから。いい、まあね、はい、はあ、この間何年か前に、ギターを今の あいつ、イーガールズの女の子、卒業した、あの金髪の、あ、アミさん、アミちゃん、アミちゃんがギター始めるんだ。じゃあ、あの始めとったの、その時にソロになった瞬間、ははは、その時にゆずさんの曲でって、で、あとの出演者も、あ、僕もギター最初ゆずさんなんです、ゆずさんなんですって言って、さ、あの、さよならバスよっていうやつと、あの、その歌で稽古し始めましたって。今あいみょん多いもんね。多いですね。私はあいみょんさんのマリーゴールドって曲がやっぱ簡単だったんですよ、コードとかも。あ、まあ僕世代の、はい、ね、あのお父さんが浜翔さんの大ファンやから、ずっとあの浜翔さんの曲聴いてたから、あいみょんは。そうそう、ああいう感じ。で、吉田拓郎さんにつながるんですけどもね、浜翔さんも吉田拓郎さんとかに憧れて、うん、あの人もイメージの歌をつ、うん、やって、はるぐらい吉田拓郎さんのことをあの尊敬してる。引退する言ってますやん。そうや、この間行ってきたよ、俺ラブラブ愛してる、キンキキッズとやってる、はい、あそこで拓郎さんがさんまさん来てくれないかなって最初におっしゃって、ほなさんまさんに出てもらおうってね、サプライズゲストで行かせていただいて、で、キンキキッズが楽よ歌って、自分の歌歌いたくないって、タクロさんおっしゃったんですけども、うん、キンキキッズがどうしても楽よって。聞きたいですよ。じゃあお前楽よ言ってもピンとこないやろ、俺たちの世代は楽よ。はい。あ、そやろ、ピンとは来てないです。私もピンとは来ない。なんでそんな返事できんの、ほんだら。いや、だって自分の曲を歌ってるのを聞きたいですもん。あ、タクロさんの、はいはい、お前らタクロさん言ったらラブラブ愛してるのテーマ曲か。そうですね。さあ、不動なんて もっとあれやから、年下やから。かはい、私も15歳ですから、ね。吉田拓郎さんの歌って言っても、ピンとこないんだ。一回聞いて。あの、何ですか、タイトルとか、曲が聞け、わかれば。ああ、確かに。あ、この曲知ってるって。結婚しようよ。あ、いや、わかります。僕の髪がっていう、はい、あ、それは拓郎さんのデビューかな。とか、そう。CM ソングとかにもなって、CM ソングもいっぱい使われてたりするじゃないですか。そうか、そうか。そっちのイメージの方が強い、ね。自然と聞いてるんだよね。聞いてる、自然と聞いてる。はいはい、それはわかる。あの、私は今日まで生きてみましたも、はい、CM ソングでやってたからな。あの CM の曲は吉田拓郎さんなんだっていう順番でした、私は。あ、そうか、そうか、はい。我々世代はもうみんな、寂しいの。フォークの神様。いや、まず、ラジオは今年いっぱいまでやらんのかな。でも、拓郎さんのことやから、あの、やめるよってすぐ、やる。撤回しはるからね。え、そうなんだ。やっぱりやる。ただ、昔、あの、これはかっこいい話で、拓郎さんがもう歌わないと大昔に言って、桑田佳祐さんがな、サザンが、吉田拓郎に捧げる歌っていうのを作って、歌えぬお前に誰が酔うっていうメッセージソング。かっこいい。そしたら、拓郎さんがあら帰ってきて、まあ、それに影響されたのかどうか知らんけど、カムバックして、ミスター K っていう、桑田佳祐の K をお返しソングで、歌い合いしたんです。やだー。素敵な話。かっこいい。だから、俺と、桑田佳祐さんは多分、すぐ帰ってくるんじゃねえかと思う。それは確かで、それで行かせていただいて、タクロさん一応最後って、嘘やと思いますねって言ってたけど、だからもう、こうグッとハグしていただいたんです。もう、嘘やんと思って。俺が中学校、ほんまに、今だがこないの花の駐在さんで、中学生の頃の、ねに戻って、お前さんまさんと共演できると花の駐在さんできるぞって、言ってあげたいっていう気持ちが分かった。おい、杉本、お前将来吉田拓郎さんに最後の番組でゲスト出てハグしてもらえるぞって、すごいね。いやいや、俺にとってはな、吉田拓郎さんっていうのはやっぱりフォークの神様って言われた。青春やからな。みんなが影響を受けた世代やからな。そういう時代、そのギター、そうか、ほんな、あいみょんは言うてもいいんだな。あいみょんも出る。その最後に。拓郎さん。その、すごい尊敬されてて、
あいみょんさんが、あいみょんさんが尊敬されてる好きでっていうのを、こう、インスタグラムとかで、こう、写真とか載せたりするんですよ。そうなんだ。だから、その、つながりがあったりとか、こう、今日、そこが入り口なのかなみたいなのは、なんとなく知ってはいましたけど、そうやって実際出られるってなると、きっと嬉しいですよね。いや、すごいよね。ああ、マリーゴールドやってんのか。マリーゴールドから始まりましたね。ラララララやな。はい。その、クジョもね、ちょっと自分でね、曲作って。そうそう。歌ったりしたらええんちゃうか。すごい。はい。あ、もう作ってくれよ。あの、今、陣内に歌わそうとしたら、わしや大会ブルースいうの。誰が感動すんの、そんなもん。わしや大会っていう。わしや大会。フォークでいけますか？フォークかな、それ。ブルースやから。わしや大会ブルースよ。ああ、それはええことやな。さあ、続いて。大阪府、まーちゃんのヒットチャートナンさんからです。ナレーションのお仕事を通じて知りましたさんまさんのすごい伝説。何をや、あの水道橋博士がやられてる番組のナレーションを担当してまして、私がそれであの M 角さんっていう、あ、 M 角な、さんまさんの本を書かれてる方がこうゲストでいらっしゃって、伝説をこう語っていらっしゃって、なんかその漫談から雑談になったこの4年間の話とか、すごい細かい、なんかこう、そうそう、ラジコでもそうやけど、多分今も聞いてると思うけど、全部何回もチェックしようね。そうなんです。すごい。細かいところまで開いようんだけど、なんか、本2冊出されてて、1冊がこう、生い立ちで、なんか2冊目が、その、なんだろう、ご家族の話とか、こうなってからみたいな。ラジオテレビで言ったことやね。はい。お話をされてて。ああ、そこどこでか、何、わーって思ったの？わーって思ったのは、あのなんか、さんまさんは、なんか特例というか、もう天才肌で、すべて、たけしさんとかみんなを、こう、ごぼうを抜きして、ごぼう抜きてないし、ここまで成り上がったみたいなお話をされてて、なんかそれを聞いて、あ、そっか、普段なんか、目の前でご飯ポロポロこぼしながら食べてる人もすごい人なんだって、改めて。いつもね、カレー食べてる。牛丼を食べてる。庶民的なカレーとね、庶民的な牛丼を。その前から、結構芸能界で売れてるとか。頑張ってるとか。そう、さんまさんってすごい人だと思って。捉え方が違うんですよね。これでラジオの部分が強すぎて、きな粉ばっかり舐めてる方やとか、いろんなこと。舐めてる方とか。いやいや、捉え方が全然違ってたんちゃう。せやわ、お前はちょっと、ご飯ボロボロ落とす。あれはもう、お父さんとこもこれから。いいですよ。もうびっくりするよね。あの、靴の裏、ご飯粒だらけの時。踏んでるんですね。寝ちゃう。マジで。壁でもなんか伝わって歩けるんちゃうかな。いやだ、洗うの大変だよ。うなぎ弁当食べられるんで、知るのって言っちゃう。全部、うなぎ弁当のご飯粒で。塗られこ寄ってくる。米色ついてるから。米取ったって、全然残る。シミが。この子の知り合いなくなる。今日うなぎ弁当食べました。そうやねんって言って、あのスタイリストさんとかに当てられるんです。そうやねんじゃないですよ。よう分かったなって。いや、見りゃ分かるんだよ。見たもううなぎ弁当とカレー分かるらしい。分かる。それで以上。はい、終わりです。ほんで最後の人にあげましょうか。はい、まーちゃんのヒットチャットナンさんですね。おめでとうございます。メンバーのサイン入り色紙を差し上げます。はい。それではここで一曲聴いていただきたいんですけれども、あの、私が、あ、いや、歌ってるわけじゃないです。あの、出させていただいてるドラマの、はい、ロマンス暴風域のオープニング主題歌を聴いていただきたいと思います。ワヌカさんで、ラブの闘争。漁港の肉、漁港の肉子ちゃんマスク争奪、あなたの心のポイント採点。はい、あなたの最近の何気ない行動を、心だけは会社の重役クラスのさんまさんが判定します。はい、さあ、まず5つ目です。はい、三重県のさんまさんの俳優が大好きさんです。はいよ。ラブラブ愛してる最終回スペシャルにさんまさんがゲスト出演することが発表されました。年内で芸能活動を終了する意向の吉田拓郎さんにとっては、これが最後のテレビ出演になるそうです。拓郎さんといえば、さんまさんや庄司さんにとっては神様のような存在で、ね、拓郎さんもラジオ番組で漁港の肉子ちゃんの主題歌になったイメージの歌を、稲垣くるみちゃんがカバーしたことにとても感動され、さんまさんのプロデュース力を絶賛されていました。これがテレビで見る拓郎さんの最後の機会だと思うととても寂しいですが、最後にもう一度さんまさんとの共演見ることをとても楽しみにしています。もうぜひぜひ、やっぱりなんかものすごい空気感を持ってらっしゃる。うーん、そう受け止め
ていただくからね、うん、でまあまあ話するからって、俺が一番最初拓郎さん側からさんまのまんまに出たいっていうので、うん、さんまのまんま、吉田拓郎さんがさんまのまんまに来てくれるっていうので、うん、すごい喜んで、ほんで現場に来たら、U ターンしちゃって帰らはったんです。え、みんなチョコレートで待ってるさなか、地震が何言って帰らはった。そのまま出ないんですか。出なかった。2時間俺はボーっと楽屋で一本なくなったから飛んだ。たくさんがごめんなさい言って、ごめんなさいないがないって来て、ここまで来たら出なはれや言うて、スタースター、大スター、昔のスター、でいうことがあってから、また出直していただいたり、そっからちょこちょこ会わせ て、でこの間ちらっと、あの奥様森下愛子さんが最後の、引退の、やめはんねんけど、最後のドラマが多分、一旦休まんねんけど、そっからカムバックしはんねんけど、心はロンリーっていうドラマなんですよ、うんうん、ほんで拓郎さんこの間会うた時に、家でさ心はロンリー見せられてんのよいや面白いんだけど古いよねあれねって新しいの見たいんだよ俺かわいい言うてやった森下さん、心はロンリー見ましょう、今日も心はロンリー、今日も心はロンリーかよっていうギャグあのドラマなんですけども、見ていただいてるそうですよ、また今度ゆっくりって言っていただいたんで、うん、前アルバムいただいた時にやって、人をずってなんですけど、うん、会いたいねとか書いていただいて、あのそれももう保存版やね、そうですね、封開けてないビニールの上から、すごい、会いたいねとか、だな、拓郎さんから言っていただくってすごい、ね、すごい、これはもう最初の人は70点いきますね。おー、70点。続きまして、東京都の田中田直さんからです、うん、アカシア紅白に香取慎吾さんが出演で、ファンや業界が注目されているとのこと、うん、木村拓哉さんと親交の深いさんまさんとの共演をきっかけにスマップ復活を期待する声まで上がっていると、はい、ネットニュースになっていました、うん、国民的アイドルの復活にまで影響を与えるアカシアさんまさん、やはりどなたに対しても温かい接し方をされるお人柄だから、だからこそのことだと心から尊敬します、うん、いやいや、これはまあまあ、慎吾ちゃんが、はい、なんか慎吾ちゃんの方が聞くこと、あれ別に木村隼也とか言うてるけど、うん、別にみんな一緒にやってきたからね、サンマスマップ、長い間、うんうんうん、別にあれやね、向こうも気づく、僕で大丈夫なんですかって慎吾ちゃんがえれ気にしてくれたみたいな、ね、まあそれが今日流れてた予定なんですけども、そっか、オンエアが出たんで、みんな逆に見れるということで、そうですね、うん、これ聞いてみんな見れる、そうそう、だから慎吾ちゃんも相変わらずで、はい、やっぱり慎吾流の、間の取り方のトークを、あ、変わってないなと思って、7年ぶりやったけど、なんか嬉しかったね。早いな、でも7年かな、あっという間ですね。おー、すごい、最後はサンマスマップの年末の番組やったらしいんですよ、調査によると。これはまあ、60点ぐらいですよね、はい、さあ続いて、千葉県の、さんちゃん大好き真っ黒ゆきんこさんからです、うん、この度滝沢カレンさんが結婚されました。お相手は建築関係トントントン人生の冒険相手としてとカレン節でコメントされていました。さんまさんが彼女を発掘しめちゃくちゃ大変でした。入ってこない、ごめん、お便り読んでる時ぐらい入ってこないんだよ。喋らせてくださいよ。もう今日この立ち位置慣れてないんですから、私、こう回さなきゃ、やんなきゃいけないんだから。わーわー言うてんのお前、淡々と読み続けるのもおかしいやろ。いやいや、なんかそこ、結構、いい久保も横山も鋼のメンタルで淡々と読むじゃないですか。周りの反応を無視して。そうしなきゃいけないのかなと。さあ、読んで。お相手は建築関係、トントントン。トントントンそれですよ、入ってこないの。そう。で、さんまさんが彼女を発掘しめちゃくちゃ大変でしたでしょうが、ここまで作り上げた存在の一人だと思います。うまく料理していくのはさんまさんだからだと思っています、ね、幸せになってもらいたいですね。本当に、急な発表で ね、そうですね、おお、ちょっと驚いたですけども、まだ結婚発表してから会ってないんですよ。だからこの間結婚発表した次の日踊る御殿出演だったんですけども、だから会えてないんですね。そっか、だから今度会ったらちょっと、聞こうとは思ってるんですけども、だから料理がうまいとか、はい、だからその好きなボーイフレンドのために一生懸命作っててんやろな多分。でかなり、あ、そうかっていう感じ
でもあまりのことに、まだ考えた年齢が結構ね、もう結婚してもええ。うん、お姉さんですね。お姉さんやね。はい、だからカレンちゃんはもう家族愛が強いから、うん、きっと大事にするやろな。うん、すごいと思うわ。このお便りゆっくり聞きます。カレンちゃんに。これはもう30点ぐらいですね。あれ、あんまり関係ない話な。出た。はい、島根県の島根の板もめさんです、うん、明日は参議院選挙の投票日ですが、うん、最近は選挙のたびにモーニング娘。のザ・ピースの歌詞の一節投票を言って外食が SNS を賑わせツイッターにトレンド入りするようになりました。21年前に発売された楽曲がこうやって今の時代にも影響を与えていることに改めてつんくさんの凄さを実感しますが、さんまさんの場合は IMALU さん、にちかさんが小さかった頃に自由が丘のバターフィールドや木曽路あたりで家族で投票を行って外食されたりしたのでしょうか。でも今は外食となるとやっぱり行きつけの中国飯店か有限亭になるのでしょうね。中国飯店行かれましたか、投票の後。あの中国飯店は行ってないです。あのなんでその懐かしい、日華と今のよう木曽路が好きでね、しゃぶしゃぶ。そうなんだ。なんか木曽路のしゃぶしゃぶが好きで、よう行かされて、俺高級店が思ってたら、そこを木村夫婦、はい、家族里って一緒に食べたことあるんですけど、はい、それを写真撮られて週刊誌に、うん、チェーン店の安いところ連れて行ったりして、木曽路も高いですよ。ええねするわ、高いですよ。でもまあ俺とこの家族と木村の家族で行くには庶民的すぎるんで、週刊誌が書き寄ったからね。筋行くんだとはなるかもしれない。そうらしいね。はい、うん、おで木村も多分木曽路と思ったらしいねんけど。思ってた。それから木曽路にハマったみたいだ、あいつも。あ、そうなの。美味しいんだやっぱり。はい、美味しい。これは40点やね。あ、40点、はい。続きまして富山県の最後の増水さんからです。ハロプロのオーディションでは必ずおでこを見せてくださいと言われて、躊躇なく前髪を上げることが肝心らしいです。あ、そう。さんまさんは以前工藤遥香さんがほんまでっか TV に出演した時、いきなり工藤静香さんのモノマネを振って工藤遥香さんが躊躇なくやったことを評価されていました。あ、ハロプロオーディションもさんまオーディションも素直さが共通しているようです。モノマネといえばミキティの蛍の墓のせっちゃんが有名ですが、あれから新しいモノマネをマスターしたのか気になります。そうそう、お腹ピーピーやとってたけど、お腹ピチピチやねん。かわいいかわいい。すごい。すやすや。工藤静香やったやったっけ。やりました。え、工藤静香さんです。何を言ったかちょっと忘れちゃったんですけど。もともとできるの？いや、さんまさんに、これを言え、お前これを言ってみろよって言われて、なんかセリフを。うん。あ、だから、でしねえろ。あ、そうです。うん。タクヤ、タクヤ。そう、タクヤって言ってみって言われて、見たことない。ここで言ったんですよ。言ってるところ。で、テレビは絶対言わないし、タクヤって。そう。パートナーよね、あの夫婦は。それを小杉がずっと真似して、俺のパートナー、読めやんやろ、お前、誰がパートナーやねん。いや、木村さんがおっしゃってるんでってずっと言ってて。ねえ、そうです。タクヤを、ここでやった後に、あ、あの、映画の番宣で、ほんまでっか TV の時にもやらされて、番宣できたのにもやるんだって思ったの。当たり前や。関係ない。こいつピチピチやねん。ずっと言うとるんだよ。せっちゃん、ピチピチやねん。俺まで覚えてるよ、また。これは15点ぐらいですね。最後です。福岡県の、レオマサさんからです。村上昌司さんが、娘さんにプレゼントされた T シャツを手に、娘さんとのツーショットの写真を公開されていました。庄司さんはいつもより目尻が下がりメロメロの顔をされていました。庄司がデザインした。いやこれカルバンクラインで、うん、いただいた、娘さんがプレゼント、はい、カルバンクラインの、はい、うん、娘さんはダイエットに成功されてとてもスレンダーでますます綺麗になられていました。これからいろんな悪い虫が寄ってきて振り払うのに庄司さんも大変だろうなと思いました。32ですからね。とのことですか。だからなあ、はい、お互い、今のと同い年やから。はい、あ、今のちゃんも同い年なの。そう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 、もう、3人になるから、ちょっと、なんかあれやな、はい、結婚もしてほしいけども。それも言われへんしね。そうですよね。結婚生とかも言われへんし。ボーイフレンドは見たことはない。いや、ないですね。聞けないです。まあ、いてるのか。でも30
過ぎてるか聞いてもな、彼氏はぐらい、ね、そうですね、はい、やけど俺は何人かとお会いさせてもらってるかもしれない、ボーイフレンドは、まあまあもうね、孫を見る年になってきたから、ね、そうですよね、もうおかしくないですよね、おかしくない、全員いるからな、俺らの周り、東野もいるからね、もうすでに、そうですよね、そう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 、そうだそうだ、一点ですねこれ。そんなことあるんですね。ありました。一点ってことあるんですね。ありましたね。一番最初の人かな。ということで本日はポイント上位のさんまさんの俳優が大好きさん、田中田直さん、さんちゃん大好き、まっくる金子さん、島根の板もめんさん、最後の雑炊さんですのこの5名に、漁港の肉子ちゃん特製マスクが当たりました。おめでとうございます。マスクまだいるな、この調子だと今の東京の。本当ですね。そうですね。必要だと思います。3倍3倍8000人。マスクまだ作らなあかんな、はい、はい。おめでとうございます。ヤンムスは癒せませんのコーナー、イエイ。今日捨てゲームやからね。なんでですか。お前あかんやんけ。お前、じゃ私はそうですけど、こちらはもうだって揺れ輪を経験されたこの2年のブランクはちょっと。やだ。成長してます。うん、怖いな。20歳から22歳に。え、藤本から行くのか、この順番は。いいですか、ね、私からね。じゃあ、藤本から行くねんけども、はい、あ、よかったわ。こんなん、こいつが、取りやったらええなことやから。もう、下手は下手くそすぎて、もう、何年も注意してんねん。もう、二ついっぺんに言ってもらったらどうですか。ひどい、ひどいよ。ひどいと、お前、そう言わす、お前が悪いな、お前。なあ。もう、はい、やる気出しとれへんねん、これ。いや、出してる。恥ずかしいらしいねんけど、もう、まあ、恥ずかしいのもわからんのはないけど、ね、はい、頭がね、スケベな人ほど、ここ、照れくさくなるよ。そういうことなの。そういうことや、これ。何も考えずに読めば。そうそうそう、はい。何も考えずに、素直にやればええのに、はい、本人がスケベやから、そうなってしもてんねん。どういうことですか。どういうことかわかれへんやん。だから、藤本、お前ちゃんとやるよ、今日は。はい、やります。はい、東京都の田中田直さんからです。すごいな、ちょうど何も早いし、早い、もうちょっと音楽聴いて、音楽聴いてもらう音楽で消してるやん。そんなもん勢いまかせに、いや、ほんで今日遠征でも持ってんねんからやな。お前ちゃんとやれ。いきます、はい。すごいな、ちょうど笑うな、お前。ミキティのファンが真剣に聞いてんだから、お前。そうですよ。目の前ですごい笑う。お前の結婚を許したファンやぞ。なあ、ファンとしてはいつまでも独身にいてほしかったのにはな。わかりました。だから、ちゃんと、永久保存版にする人がいるということを考えてやれよ。わかりました、はい。どうぞ。すごいな、ちょうど。いけた。頑張った、頑張った。頑張ってるやんね。今日久々に頑張った。いけました。そう、お前すごいのちょうだい。ま、いいな。毎回これにしますね、なんでやん。固定。すごいのちょうだい係。すごいのちょうだい。ほんまわかんないけど、ミキティにしてはよかっただけのことね。あ、よかった。すごいのちょうだい。合格もらえるときないからね。ないよ。今の合格違うわ、さあ、はい、不動頼むで、頑張ります。こんな、ああ東京都の宮礼さんからです。また欲しくなってきちゃった。あ、頑張った。終わった。じゃあこの2年で変わってるわ。もうちょっと声を大きくして、もうちょっとで、はい、また欲しくなってきちゃった。女優だね。やだ、恥ずかしい。それはそれで、やだ、変わったな。成長が、成長ありましたか。2年の、2年前はこんなんじゃなかった。やっぱり芝居で覚えていくねな、女優さんやね。いろいろ、さすが工藤。ありがとうございます。今日のミキティをちょっともうちょっとコソコソ言った方がいいってこと。ちゃう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 。そういう変なとこばっかりパクるから。ちゃうね、お前のパクり方間違ってるから。わかる。コソコソ言ってたから。違う、コソコソじゃない。その声優に合った、あ、そうなんです、合ったトーンや。はい、島根県の島根の板もめんさんからです。スイッチ入っちゃった。
じゃあこら怒られた。もうだって曲流すのも期待してなさすぎて早いじゃないですか。そんなことないわお前。ボズに来年作業のお前もう行けみたいな感じ。違うわ、みんな期待してんだよ。スイッチ入っちゃったんや。早くもう一回や。もう久々にスイッチ入っちゃった。よかったですか。えこだろか。ほんまにもう工藤ちゃんと時間もないことやから、はい、もうきちんと締めてくれよ。はい、わかりました。ありがとうございます。大阪府のゼラチンタイツさんです。すごいカチカチだよ。工藤うまくなった、うまくなったね。うまくなったって言われてもなんか嫌ですけど、えらいセリフいただいてるね。じゃあセリフがパッって言われてパッて言われてパッて何もあれでもちょっとジャンプしすぎやよね。急なセリフのレベルが上がりすぎです。ほんまやわ、それは申し訳ない。よかった頑張ってくれた。おしまい。MBS ヤングタウン土曜日、すべてのコーナーの宛先は、yando@mbs1179.com、yando@mbs1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週は横山がお休みで、飯窪春菜が出演します。ゲストは、椿ファクトリーの岸本夢乃ちゃんです。8ヶ月半ぶりの夢乃ちゃんです。お楽しみに。さあ、はい、というわけで今日は、藤本と工藤という、はい、珍しい組み合わせ、そうですね、女性のレギュラー陣が、はい、今日は来なかったということですけど、はいはい、工藤からいかがでしたの2年ぶり。いやーちょっと緊張してたんですけど、はい、なんか皆さん変わらずお元気そうで楽しかったです。何だねんそれ。変わらない、変わらない、変わりたい。変わりたい。藤本にだけで無理やから。そうですね、私でももう本当工藤ちゃんの成長が、セクシー工藤が見れたので。いや2年じゃびっくりする。だから藤本はもっと会ってないってことやろ。会ってないです。そうですね、だから俺らが2年で、はい、ミキティはもうもっと会っていない、会ってないと思うね、ということやねんな、はい、なんかもうすぐ照れるな、大人になった工藤。というわけでお相手は明石家さんま、村上翔二、藤本美貴と工藤遥でした。また来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。